3つ目こちらです。じゃん、うん、バーン、ベリーズタイム得意じゃなくて、ウイエーイ、はい、ドワーン、ババーン、シュッ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 、いいですね、あの効果音がいっぱい出てきて、子供がいっぱい寄ってきます。だから子供たち人気なんです。ドワーン、バーン、うわ、はい、そんなこんなでですね、便利に使う得意じゃなくて、まあ、得意銀行のことなんですけど、僕があの銀行をやり始めたっていうのも、まあ、美術作家でその地域に入って何か企画をそこでのなんか、リサーチをして、そこで何すべきかっていうのをこう考えながら、うん、毎回その場所その場所で企画を立ち上げていくっていう形で考えているんですけれども、はい、でまあ、最初団地でやって、まあ、そのさっきも竹志文化センターみたいな感覚もあって、その芸祭で不特定多数の人にボーンっていうわけじゃなくて、一人のためになんか、うん、どういった企画ができるかって、団地に住んでる人のためにできることは何かっていうことから発想するってこととか、はい、あの何か外から持ってくるってわけじゃなくて、ここの資源を使って何ができるかっていうのと、たまたま銀行跡地の事務所がそこだったので、うん、それで組み合わせて、で井の団地って名前だったので得意の銀行になったとか、はい、井の団地だったんで得意の銀行、はい、そもそものスタートがそうなんですね。そんな感じのこうなんかこう発想がいくつかのこう羅列があって、それをなんか組み合わせて、うん、あこれだったらいけるなみたいな感じでいつも考えてるんですけれども、うんうん、で井の団地だったから得意の銀行なんですけれども、はい、で山口でこう開設できることになって、はい、今度は商店街で開くっていうことだったので、商店街でやろうと、で、山口の商店街だったら皆さん得意のものいっぱいありそう。そうですね、また全然もう、開いてる場所だし、みんなこうちょっとしたステージなので、お店の人たちも、で300店舗ぐらいあったのかな、で山口市の中心商店街というところでやって、でその商店街が、まあ、7つに分かれてたんですね、昔の名残 で昔は競い合ってやってたんですけど、で、はい、別々の商店街があって、うん、でバラバラにやってるんですけども、まあ、それじゃあかん、これからはってことで、そんなに今商店街っていうよりはショッピングモールとかになっていて、で車社会になってるので、うん、そもそもこう買う人たちの流れも変わってきてるし、うん、はい、なんかそうお店一個一個の独自性を出さなきゃとか、うんうん、ね、一緒になってとか、こう、みんな頑張って街づくりをやっていたっていうのと、やっていたんですけれども、でそれで中心商店街で7つに、まあでも商店街はまだバラバラで分かれてたので、うん、で勝手に7つ星商店街って名前を僕がつけて7つに分かれてたのでまず名前をつけてね、そうで、はい、でで今度はお金、今までは普通に店舗だったんだけれども、あのお金を使う商店街だったので、うん、で銀行は僕の銀行はお金を使わない商店街だから、うん、そのじゃあお金を使わない商店街っていう、その商店街の人たちが街づくりを頑張っていたっていうことをこう、はい、あのこっちもなんか真似しようと思って、うん、こうお金を使わない商店街の街づくりを作ろうって、うん、もうしながら銀行をやって、それを七つ星商店街って名前にして、はい、そこの架空の商店街に支店を出すってことで、はい、銀行の七つ星商店街支店っていうのを開いたっていうのが山口ですね、はい、例えば呉服屋さんが、うん、自転車修理の得意を預けたら、そこを自転車修理屋さんとみなすように、架空の商店街の中では得意の商店街みたいな感じで、はい、お店の業種を得意に変えちゃって、それを七つ星商店街にしたっていう、で得意の銀行があるからそういう商店街ができるみたいな、はい、こうなんか本来の自分の商売の延長線じゃないこと、でも趣味の範囲、趣味の範囲とか全くだったら全然お金取れない、逆にそうですねそうじゃなくてっていう部分ですね。そうなんですね、うん、そう銀行がその結構地域通貨とか銀行って名前だから、うん、そういうものに思われがちなんですけれども、うん、はいはい、実は全然そんなことじゃなくて、全然違うんです、あのうちの銀行比較的こういかに無駄に使っていくかっていうことのが 軸というかもので、預かってる得意とかもお金に換算できないものが、はい、あの多くて、まあプロの方もいるんですけど、うん、バッタを捕まえるとか、本当だ、あの算数関節を無制限に鳴らす、鼻歌クイズ、当日するときに晴天にするのが得意、お友達の連星、
人の個人情報を聞き出すとか、こう普通こうお金払ってもどこで手に入れていいか分かんないみたいなものとか、ね、なんかセミナーとかでは呼べないけれどもちょっと友達になりたい感じ、セミナーで友達になりたい、そうセミナーとかには呼べないけれども、うん、友達になりたい感じとか、そういうことでこうなんか便利に使おうっていうんだったらもうお金にかなわないし、コンビニになってかな、あすいません、うん、かなわないし、便利に使うっていうそういう得意じゃないんです、そうっていうよりは、うん、こうなんかこうまあこう自分のこう普段、関われないものとかこういうこう面白いなっていう興味とか、うんうん、そういうものとかなんか何かこう好奇心で使っていくような、はい、あのでなんか面白いものを作れたらいいなみたいな、はい、ちょっとこう想像的に使ってもらえたらいいなと思ってる銀行、うんうんですね、そうですね、私も実際ここに来てあの預けられているものを見ているとワクワクしました、ドキドキします、ドキドキしました、でそれで別にお金が動かないっていうのも中身を見るとよくわかります、ただみんな深澤さんが、まあ、頭取が温度をとってこの得意を集めたイベントが実際札幌でもいくつも行われて、そこからヒントを得てまたね、うん、あの各札幌も疲労ございますから、疲労あのそこで、参加した人がそれぞれのフィールドに散ってですよ、はいはい、そこでまたなんか面白いことが得意をまた集めて面白いことが行われるといいですね、そうですね、どんどん広がれると思うんでね、はい、はいはい、今後ね、今回ほら芸術祭の期間中の資料館でのこの銀行じゃないですか、これがあの芸術祭終わったらとかっていうの聞かれません、なんかイメージあります、そうですね、いや僕としてはた、まあ、あとこんなに集まったし、そうですね、でこう組み合わせてもいろんなこう可能性で企画もできていくし、うん、今回のさっきも言ったように札幌にはいろんな、歴史的なのもの遺構というか、うん、遺産が残っていたりもするし、新しい歴史がまだね、うん、札幌の場合がなんかいろんなここでの特色っていうものをこう結びつけながら、うん、なんか今の生きてる人たちで新しいこう文化というか、はい、あの作っていくこう糧にしていけたらなと思ったりするんですけれどもね、はい、ありがとうございます、いやね、それは結構大変なことなんでね、みんな本気でやんないとできないです、もう頑張りましょう、もう頑張りましょう、はい、あの本気でやらん、そうただ使うって消費しようっていう感覚だとねなかなかできないんで、うん、これを元にしてどんな面白いことが作れるかっていうことをね、うんうんうん、こう一生懸命考えないとそんなに簡単にはできないと思うんでね、うんうん、見方を変えるっていうことの、うん、あの体験、はい、それが大事ですよね、ありがとうございます、そうですね、はい、七つ星商店街支店にしても、うん、札幌にしてもまあ、なんかもう分類都市とかもうこうだっていう風に決まっているものが、まあ、僕みたいな関係ない人が入ってきたり、うん、別の視点を持った人があることでなんか別の見方を何でも見れるっていうのが、うん、こうアートとかの面白いところだと思うんで、うん、こんなこう一個のものでもこんな使い方があったんだとか、はい、そういう可能性があることで、はい、こう喜びが出てくるというか、あの商店街一つ見るんでも、はい、見方を変えれば架空の商店街だとこんなに街が楽しいかとかこんなにあの役者が揃ってたかみたいな気づきがあるとまた新しいこう街に対するイメージも膨らむでしょう、そうですね、それが、まあ、まだ分かんないんですけれども、まあ、それを街の人だけでできるのか、まあ、僕そこよそ者が入ってきて、うん、そこに、まあ、ちょっと無責任、ある意味無責任だし、はい、ある意味そこでのしがらみとかないから、うん、あのちょっと冒険できるとか、うん、今回の芸祭でも期間が決まっていてこの時は何か日常とは違うことをやってみようみたいなので視点が変えれてそれが刺激になったりとか、はい、なんかそういう、いい部分もあると思うんで、うんうん、まあ、そういうことを意識しながらこうでも札幌の人たちがそういう意味ではこういろんな、そこだけで閉じていかないでいろんな新しい刺激をそうです、ね、うん、取り込もうってしながらしてるなと思って、うん、いつも見慣れたものがあと人が、うん、ものが、うん、あの頭取のその声かけで違った風に見えてくるっていうののワクワク感がこれがなんかアートを楽しんでる感じがすごくしました、うん、わお。まあでも
その住んでる場所でもある意味そのどっか自分が外に出て行ってもう一回戻っていくことで自分の街を見直すってことも全然できると思うんで、はい、すごい誰にでもそれは開かれてるというか、そうですね、面白いと思うんで、はい、なんかちょっといろんな可能性を持ってものを見てもらうと面白いかなと、うんうん、まだあの期間ありますので資料館の方に徳井の銀行にぜひ遊びに来ていただければ。スタッフまた面白い人ばっかりですもんね、うん、僕より立派な人ばっかりです。面白い銀行員に会えますから遊びに来ていただければと思います。はい、ということで今日のゲストは徳井の銀行頭取の深澤貴文さんでした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。さようなら。バイバイ。